翔吾と次郎の歌の宝箱。いやー決まりましたね。バッチリでございます。バッチリだった。さあ本日も、こちらご視聴していただける皆様ありがとうございます。ありがとうございます。まず番組の提供なんですけど、こちらちょっと画像ありがとうございます。はい、出していただければなと思います。はい、今年はもうラストの回でございますが、はい、お願いいたします。はい、こちら番組合同会社ソラリスさん、そしてハリキュー障子ハリマゴコロさんの提供でお送りいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ジローさん、いよいよ最後ですね、今年の。本当ですね、早いもんですね。今日はクリスマススタイルでございますが、全員がね、なんかトナカイ2人、うん、そして私はリボン、うん、そしてここは何ですかね、これはキラキラの私だけ、キラキラ王子、キラキラ王子、いいね、いいね、いい響きですね。早速ご紹介させていただきましょうか。はい、ジローさん、もしよければいいでしょうか。それでは、はい、あの夏川英二さん、イエーイ、夏川さん、そして青木優です。よろしくお願いします。はい、青木優さんは、今回で2回目でございますね。2回目です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そして夏川英二さんは今回初出演ということ で、ありがとうございます。まずいろいろ聞いていきたいんですけど、そうですね、まずね、次郎さん、今年もう10月から始まりまして、はい、生放送ね、もう1ヶ月半2ヶ月目になりますか。はい、ありがとうございます。今年がもうラストということなんですけど、こうやって駆けつけていただけた皆様ありがとうございます。ありがとうございます。夏川さんのデビューがもうほやほやということもありますので、次郎さんにちょっと温度をとって、はい、あ、もうその乾杯ですか。嬉しいですね。はい、最後ですけど、はい、本当に皆さんの健康と歌がヒットしますように、はい、乾杯乾杯。ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。イエーイ。はい、夏川さん、おめでとうございます。ありがとうございます。いただきます。美味しい。スタッフさんが巻いてくださってね。巻いてくださったのは、これはコーヒーです、ね。皆さん、コーヒーです。本当ですか？いや、青は出てるから。ありがとうございます。せっかく今日来ていただいたので、それぞれに自己紹介もしていただいて、いいですか？はい。まずさ、はい。あ、いいですか？はい。はい。12月1日、エースエンターテイメントよりデビューいたしました。夏川英二です。よろしくお願いいたします。お願いいたします。そして青木さんもよければ。あ、青木優と言います。はい、よろしくお願いします。で、隣にね、座られてる、次郎さんと一緒にデュエットをさせていただいてます。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。ありがとうございます。はい、まず夏川さんが12月1日、はい、そうなんです。まだほやほやです、ね、今月じゃないですか。はいはい、これいいんですかね。はい、皆様がもともとその歌仲間だったって聞いたんです。そうなんですよ。これがなんとびっくり、そうです、歌仲間なんです。すごくないですか。で、私たちは5月の24日デビューなんですよ。うん、今年エイジさんがやっぱし今度新しく仲間に入られて、はい、もうすぐ歌の上手な方ですから、はい、いい歌歌ってますよ。え、裕次郎ばりの、裕次郎ばりの、はい、では補足いたしますと、低音の魅力でございます。そしてブルースです。大人の女性の方々、お楽しみくださいませ。いいですね。でもすごくないですか、歌仲間から始まって皆さんプロになるって、なんか珍しいパターンだなと思って。そうですよね、すごいです。なんかその歌手ウイルスっていうのがあるのかも、うん、なんかそういうパーッと私たちがウイルスをばらまいたのかななんて、ちょっとだけこうね、イキイキみたいな。いいウイルスですね、それは。夏川さん、その小さい時からそのもう歌は好きでしたね。はい、でやはりそういう夢がありましたけど、今回やっと夢が叶いました。素晴らしいですね。
吾くんもね前そういうようなお話ね、うん、されてましたもんね。なかなか辛い経験もね、うん、なかなか、ね、タイミングありますけどね、うん、そんな中でやっぱり夢をつかむってすごいことで、お二人もそうですよね。ひろさん今年ね、青木さんもそうですけど、なんだかんだでね、こう皆さんじゃほやほやの中で一番ほやほやで、そうなんです生まれたてですよ、生まれたて一番年下かも分かりません。私とほら3歳違うんです。お姉さまお姉さまお姉さま私も自分の年は忘れました。どうなんですか、やっぱりこう歌仲間として始まって皆さんその今プロになられたわけじゃないですか、どういう感じの今のお付き合いとしては変わらないんですか。そうですね、変わらないですけど、うん、お互いにねリスペクトするところはリスペクトして、うん、そしてあの吸収させてもらえるとこは吸収したりとかね、うん、させてもらって、そしてなんとか手なずけようと。じゃ、お、すごいですね。ふくみたいな。影のもしかしてボスは青木さんなのかな。次郎さん、もしかして青木さんには逆らえない。あ、そうです。そうです。やっぱりあの女性には逆らう方がね、無難に世の中変わって進みますから。じゃあこれちょっと、ね、あえて聞きたいんですけど、うん、青木さんから見て。お二人ってどんな印象なんですか。あのね、うん、夏川さんはね、うん、本当に歌がうまいです、うんうん、もうあのプロになられる前から、うん、いつもお聞きしてたんですけど、うん、本当にソフトな声で、うん、そのなんていうのかな、人の心の中にこうジーンと入ってくるようなね歌い方、うんうん、そしてまたあの次郎さんの場合は、うん、演歌、北島三郎さんの歌とか、うん、そのパーンと声が張って、うん、とてもあの素晴らしく思ってました。うん、ってな感じで、あ、青木さんも歌はめちゃくちゃ上手ですよ、うん、私がその自衛隊の相手にお願いしたのは、うん、歌を聴いてですからね。あ、やっぱりいつも歌っとって、うん、それでお願いしたら快くあって受け続けていただけたものですから、うん、ありがとうございます。なんかお互いをこう高め合ってる感じがしますよね。なんか でもね、うん、翔吾くんがまたすごいですよ。何をおっしゃいます。トークはバリバリだし ね、 いやでもそれはもうみな、やっぱこうやって次郎さんもそうですけど、させていただいてるおかげというのか、うこういうね、うん、姿勢がまたね、はい、ありがたいので私たちは見習わないとと思って3つしか違わないんですけど、ね、お姉様、まあ、ちなみに出身が夏川さんは、元々は私は京都なんですが、もうこちらもう長いですね。それからちょっとまあ違うところにね、愛媛に行ったりとか、はい、ちょっと複雑です。福田さん、京都の京都っていうとね、日本のなんかこう上品なイメージが僕はありますけど、あ、で青木さんが滋賀県なんです。ん、滋賀県の近江八幡っていうところでね、うん、生まれたんですけど、うん、育ったのが大阪、うん、関西バリバリです、うん、なのでこの関西弁で始まりすいませんね、みんなお騒がせしております。うん、とんでもないね。次郎さん前回も出ていただいて すごく好評 で、はい、だったですね。本当ですか、うん、あのマネージャー様も控え室でゲラゲラ笑って、だいたいね人の顔見ただけで笑うと。まだ若い方ですから。若い方。今多分は。18だったっけ。ちなみにあの早速、まず夏川さんの歌から聞きたいんですけど、はい、この歌は、さっきねこう青木さんがすごいこう 男らしくてムードがあるってねおっしゃってね、どういう歌なんですか。そうですね。うん、まあのキャッチフレーズになってますけども、うんうん、大人の男の、ね、魅力をお届けしますということでね、もう聞いていただければもう、うん、はい、わかります。ぜひ聞いてください。あ、素晴らしい。先ほど低音が魅力とね、青木さんも言っていただきましたけど、それでは曲振りの方をよろしくお願いいたします。では、男のブルースお聞きください。どうぞ。
時でも優しく包んでくれた。短い間だったけど、お前と暮らした日々は俺の人生の全て。バカだな、バカだね、今更気づいて。そして高音の部分があり、うん、そしてロングトーンがあり、うん、素晴らしいですよ本当に。いいですねこんなもう、うん、ね、せいただいてね。でも、
そうか、歌仲間といえどもお二人が先輩になるわけですね。そうです。あらまたそんなこと言ったらあなた様が一番先輩じゃないですか。それを言わせるために言ったみたいになってるから。それであのもう一曲ね、はい、素晴らしい曲があるんです。あらこれも1月にね、うん、あのダムに入りますから、どうぞご紹介してください。はい、カップリング曲になりますが、ありがとういつもという曲ですね。はい、この歌はどういう歌なんですか。まあ、感謝ですね。感謝の気持ち、ありがたいという、もう皆さんに対しての感謝の気持ち、ね、まあ、この歌はあの女性が歌っても男性が歌っても、はい、いい歌ですね。あ、ちなみにこの音、今先ほど流れた男のブルースはもうカラオケ配信もされて、はい、されています。あのビバリと皆さん歌っていただいてて、うん、で私もこの間ちょっと歌わせてもらったんだけど、うん、なかなか難しくて、うん、あのでもの男性方は意外とその、うん、あのまあ裕次郎さん的な歌い方をされる方々は、うん、あの結構上手に歌われてて、うん、ところが女性、私ほら声がね可愛いでしょ。なのでなかなか歌えないんですよね。ま、私がいないところで歌ってでもやっぱり仲間内でこうなんていうんですかね、こうそれぞれの曲を歌い合って、それってなんかすごく素敵だなって思いますね。逆にこう歌っていただける方が嬉しく思ったりしない。やっぱり歌は、ね、嬉しいですね。やっぱそうですか。やっぱり仕入れは出したからには皆さんに何人の人に歌っていただけるかってね、それが一番楽しみでもあるし、歌手としてはね、あそうか、ね、それはありますよね。お二人は今年5月こうデビューということで、はいはい、夏川さんに関してはもう12月1日じゃないですか、はい、まあこう別にデビューしてからではなくてもいいんですけど、やっぱり今年ラストということで、今年を振り返ってみてどうだったかっていうのもぜひ教えていただければありがたいんですけど、せっかくね夏川さんが、はいはい、まあ、12月1日デビューですので、ね、うん、もう新人賞はもらえませんね。あらー、残念残念、初めて、なんか紅白も無理だ。辞退させていただきます。辞退、もうかっこいいな。なんだよ、まあ、来年はですね、はい、やっぱり精力的に、はいはい、活動していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。イエーイ、おっと、山本さん、おじさん、紅白を辞退してこの番組に出ていただいた歌手の方もすごい素晴らしい。こちらのお二人も一緒です。はい、あら私たちもこちらは新人賞、新人賞、新人賞、辞退させていただきました。なんかみんなかっこいいな。でも本当どうですか、振り返ってみて今年を振り返ったりは。とってもいい、私としてはとってもいい年になりました、うん、そして皆さんにね本当にいろいろお声をかけていただいて、うん、感謝の気持ちでいっぱいになりました。本当にもうスタッフの皆様、本当にね翔吾さんもそうだけど、逆ですこっちです、皆さんも本当に感謝の1年でした。ありがとうございました。素晴らしい。さんは私の場合はね、これから頑張っていきたいと思いますけど、うん、やっぱし今まで舞台でずっと月に3回ぐらい歌ってきたんですけど、うん、来年からはもう舞台やめまして、うん、こういう FM と、うん、それと岐阜テレビと、うん、それとローケンを回って歩こうかなと。ローケン、あーお店のね、ホームね、老人ホームね、今それの準備を一生懸命やってます、うん、これから頑張りたいと思います。あ、で皆さんに協力していただいて、うん、一緒に行っていただいて、これでやりたいと思いますもんで、うん、またよろしくお願いします。いやいや、でも舞台をやめると言ってもやっぱこうぜひ呼んでください、皆さん見ていただける皆さんが呼んでいただいて、やっぱりこう輝くので皆さんねお願いいたします。そして、次に流れる曲がお二人の曲でございますか。この曲はどういう曲でございますか。はい、熱田七里の港町という曲です、うん、そして名古屋の熱田区、うん、熱田七里をモデルにした曲です、うん、で、まあ、前回なんかちょっとおかしなこと言ったかなと思うんですけど純情な女性が
そのなんていうのかな、あの一人の男の人を追いかけるっていうか、待ってますよっていうような、そういうような純情な歌でございますで思ってます。どうぞよろしくお願いします。やっぱり名古屋のね、地元の歌ですから、結構皆さん歌っていただきまして、私のとこ今行ってるあのカラオケ喫茶でも、10人ぐらいは女性の方で歌っていただけますので、すごい、ね、その誰かが来ないと誰かが歌ってくださいますので、ありがたいですね、やっぱりね。あ、じゃあこう皆さん歌っていただけてるっていう、ね、そうですね、素晴らしい。やっぱこう大ヒットにつながるようにね。あのでも不思議ですね、こう今あの控え室でもね、青木さん何もしてないのにこう笑顔がね、こうスタッフさんとかマネージャーさんが笑顔になったり、こう人をこう笑わせる力が、笑わせる力がやっぱ大阪の笑顔にする力がある、すごい不思議な、その通りです。ありがとうございます。場をね、はい、パッとしてくれる、まあ、ありがとうございます。まあ、エイジさんにまでそんなこと言ってもなんか緊張するわでね、私初めて言いますけども、はい、私もね実は次郎さんの面影の汽笛、はい、歌いました。ね、デートの方も歌わせていただきました。はい、そうなんだ。それは初めて聞きました。内緒にしましたけど、ね。その相手の女性は誰？あら！それは誰？誰だったかな。ちょっと裏側で聞いときますから。さあその間に、それではお二人の曲を、曲りの方をお願いいたします。それでは、アスタシリンの港町、よろしくお願いします。待っていますと
本当はコーヒーなんですよ皆さん、コーヒーなんですが、なんとなく泡がこう出てきたようなそれはないね。なんか僕ちょっと酔っ払ってきた、あ、実は入ってますね、はい、今ちょうど裏側で話してたんですけど、ね、緊張されるのかなって思って、もう二郎さんも青木さんも、二郎さんも何度もありますけど、こう青木さんも2回目じゃないですか、あんま緊張しないって言われて、はい、でも夏川さんは緊張しなんです、全然してるように見えない、うん、でも汗がだいたい物語ってる、汗が吹き出してくる、すごいですよこの方、汗が、もう汗がそうで、はい、もう蕎麦を食べるだけでも汗をかく昼間はね本当にね、本当に汗かくなんですよ昼間はほとんど飲まないんですよ、お酒は。あ、そうなんですか。なんかすごくご存知ですね。あのこれがやってますもん、ね、ね、そうですよ、夜帰ってって、はい、ワインを美味しくいただくっていう、うん、なんか僕はね、さっきこれは聞いちゃダメだって言われたんですけど、そんな汗もフェロモンも出てる夏川さんがね、ございますが、なんかこうやっぱその低温の魅力が結構こう世の女性たちを引きつけるってさっき聞いたんですけど、素晴らしいね、ありがとうございます。一度聞いたらもう皆さん手を離さないからね、握手したら手を離さない手を離さない聞いたら手を離さない、どういう現象ですか、握手をねしてあ、いいですね、一度聞いたら手を離さない歌詞、新たなニックネームタッチューしましょうかでもさっき聞いたら、ね、何でもジョーさん青木さんもそういうなんか異名を持つと、すごいですねやっぱりね、 なんかさっき男性陣が、うん、なんて言いました、いっぱいね、うん、いっぱいなんかそれドキ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 なんかそれだけ世間話をしとったんですけどその時にあの二郎さんは世間の男性から妬まれてると、うん、おね、私を独り占めして歌を歌ってるかっていうのと言われたんですよ、うん、そんなことないんですけどね、この方はあの自由奔放な方ですから、うん、いっぱいどこへでも一人でどこへでもあの羽がついてくるように飛んでくる、羽がついてるように飛んでなんかどう受け取ってくるか、私は何者でございましょうか、なんか青木さんの頭が羽に見えてやっぱり私エンジェルなんですよ実はすごい展開になる、隣で児童さんが一生懸命羽を折ってるおられなんかありましたねそういうな歌がまあね、なんとかエンジェル、羽のなんとかのエンジェル、うん、あったよね、ありましたね、ありましたね、翼の折れたエンジェル、そうだそれだとなんか、ね、あ、でもかっこいい、ね、あ、かっこいい、ダメじゃんとか言ってそうか、まあ、そうだね、なんかこうちょっとこうなんだ真面目な話もあり、こういうなんでですかね、こう異性の話もありでございますが、でもね、なんかデュエットっていうのはね、うん、なかなか難しくて、うん、だからこの2人が揃ってると、うん、あの二郎さんに気を使われて、うん、男性は私にデュエットを申し込めないというそういう現象もあるんです、うん、ね、実は、うん、で私がどうぞ歌ってやってくださいって言うと、うん、歌う方も見ますけど、一応 ね、 なかなかね、そのコンビっていうかね、うん、であの一緒に行ってるとなかなかそういうことを考えられる人もいらっしゃって、うん、なのであつたしちりは、私が知ってる限り男性では5人かな歌ってくださるのは、
あでもそこはやっぱり全然こうデュエットもしこう会場でいたらこう言ってもらってもそうなんです、はい、だからそういうことはどんどん歌っていただいて、はい、気にせずに申し込んでください。楽しく歌っていただいていかに歌っていただくかってことがねやっぱし、はい、あの松川さんの歌もそうだし、うん、私たちの歌もそうですから、うん、皆さんにいくら歌っていただいても、ね、遠慮はいりませんからいやでも本当ぜひ歌っていただけるとありがたいのでお願いいたします。そして今から流れるのが、今度は信濃二郎さんの面影、ね、はい、の汽笛。この曲はね、うん、私 の、 あのふるさとを私信州の出なんですけど、うん、長野県の、うん、ふるさとの周りの山や川、うん、ね、そういうものを歌って盛り込んで歌って、うん、あの小さい頃っていうか15、6の頃に田舎を出てくる頃に彼女を置いてきたっていうかね、その別れのあれを込めて歌ってるような感じの歌ですけどね。うん、それでは早速聴いていただきましょうか。じゃあ篠野さん、アスタシルもこの歌も、はい、うん、私にぴったりのような歌なんですよ。やっぱりうまいことハマったんですね。うん、やっぱり信濃さんのためにこう作っていただいた。そうですね、ありがとうございます。それではじゃあ曲振りの方お願いいたします。それではお迎えの汽笛どうぞ聴いてください。お願いします。それぞれのこう曲を実は歌い合ってるって聞いたんですよ。 それも素敵ですね。なんかこれから一生懸命あの松川さんの歌も私が覚えて歌わなければね、うん、それもなんか嬉しいです、ね、流したら面白いかもしれないお互いの歌を歌い合ってる姿もはい、素敵な曲でございましたが、ここでちょっと告知タイムの方に、入らせていただければなと思いますが、皆さん何か告知の方、いきますか、うん、私からじゃあ、お願いします。いつもね、3人があのお世話になっている、うん、カラオケ喫茶、うん、アイカムというところがあるんですけども、うん、そこで、12月の24日クリスマスイブですね、うん、その日に楽しい楽しい愉快な仲間たちっていう、まあ、みんなで集まって楽しくライブを行う会があります。それに、3人が出演しますので、うん、もしよかったら覗きに来てください。よろしくお願いします。これはね生演奏でやりますから、すごいカラオケじゃなくて、はい、生演奏であの、ね、先生がやっていただけるものですから、はい、またよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。生演奏って素敵ですね。気持ちいいですね。それは信濃さん、私はね、うん、あの2月の17日の土曜日なんですけど、うん、あの名古屋港の宗谷っていうあの南極観測点線がありますね、うん、その前にあのポートピアってホールがあるんですよ、ちょっとした、はい、そこでライブをやります。またよろしくお願いします。あ、よろしくお願いいたします。すごい、2月もうすぐあっという間だからすぐ来ます、ね、そうですね。あ、それで、あ、そうだ、先ほど夏川さんの画像がありましたね。あ、さっきちょっとあの出し、ここでちょっとせっかくなので、はい、こちらが夏川さんのかっこいい、かっこいい男のブルース。男のブルース、かっこいい。男らしい。本当に私ですかね。このスーツもね、はい、ちょっと裏話があって、はい、今まで私あの舞台で着るスーツだとか作ったことなかったんですよ。私のことで申し訳ないんですけど、うん、
それ夏川さんが素晴らしいアイスーツを作ってもらいました。自分のことだった。オダメド。それで私はそこで一着新調しましたの。あ、すごい。いいな、オダメド。どうするだよ。かっこいい。でもね、重いんです。重い。結構重いですね。あ、そうか。あのお話を聞くとね、うん、夏川さん素晴らしいで何着も作られて、うん、ズボンも作られて、うん、総額したらちょっと言えない金額。でもやっぱりプロですよね。その歌だけではなくて、その見せる立場としてもこんな素敵な衣装。そうらしいですね。やっぱそこは生歌でぜひ皆様こう来ていただけるとありがたいので、それぞれのこうチェックしていただいて、ぜひ。あの男のブルースはね、うん、生歌の方がいいらしいですよ、やっぱし。仕入れで聞かした。仕入れで聞かれ。そのうち大きなコンサートやられるそうですから。ね、はい。4月じゃ、ね、そう、4月にね、なんかやられる言っとったですよ。まだ、まだ、はっきり、ね、はっきり決まりませんね。予定として。予定としてね。そうですね。承知しました。でも、あの、ぜひ、あの、チェックよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは、画像の方を、いいでしょうか。はい。こちら番組の、提供でまず、真心さん、ハリキュー商事ハリ真心さんですね、こちら院長はイケメンさんでございます。はい、なんでもあの出張サービスもあって、お店の中にはキッズルームも、あるそうですね。なのでお子さん連れでも来ていただけますので、ぜひ皆様あの一度こうお店に、来ていただけると嬉しいです。お問い合わせが 052-755-0555 でございますね。よろしくお願いいたします。続きまして、はい、私もすみません、私事でございますが、24日、カラオケの居酒屋サンボさんにて、本間ショークリスマスライブをさせていただきます。お昼12時からになりますので、ぜひあのクリスマスの日でございますが、来ていただけるとありがたいのでよろしくお願いいたします。すみません。続きまして、はい、翌日、こちら埼玉県入間市の方ですね、福、クリスマスフェスティバル、こちら私司会の方をさせていただきます。司会なんですけど歌も歌わせていただきます。とても素敵な、お三方の、ショーもございますので、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。すいません、拍手ありがとうございます。はい、ありがとうございます。口頭なんですけど、鳥越アズーリ FM という東京でも、番組させていただいておりますので、ぜひあの SNS でチェックしていただけると、情報出ますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。告知タイムをさせていただきました。はい、ありがとうございます。さあ、番組も後半に差し掛かってきましたが、はい、はい、もうねえ、こう何でもこう実はこう12月こう出てこういうメディアは初ということなんですね。そうなんですよ。そう、嬉しいくらい。全然向こうが初仕事ですね、メディアは。素晴らしいですね。私は翔馬さんと会うのが2回目ですね。そうなんですよ、実は。1個目が、あるカラオケ。そうです。そうですね、イベントの時でした。イベントの時でした。私とデュエットしたんです。そうですよ。そうなんですよ。その時まだプロではなくて。そうです。でもなんか不思議な感じですよ。あの皆さんももともとそのもう2、3年前にこう歌仲間としてこう出会われて、あの僕もそのプロになる前に実はこう出会ってるということで、なんか不思議な縁だなと思って。本当にね、ご縁がねやっぱりね、あるんですよね。やっぱり赤いともつながってるから。あらまごめんなさい、なんかあらまとか言っちゃった。なんか時々なんかドキッとするような、ちょっとなんかちょっと疑っちゃったかな。じゃあこうみんなでこう絡み合って赤い糸を絡ませて、それもいいかも。だってほどこんほどこんね、ほどこんね。それはマリオさん連れてマリオさん、マリオさんもね、ちょっとほどけるから、ね、あ、ちょっとほどけ、マジックしてるだけにすごい。あ、そうなんですよね、前回がマリモさんも出ていただいて、そう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 、すごい盛り上がって、とてもね、あのこれの話で盛り上がって、これの話で盛り上がってこれでしたよ、これ、これ、皆さんこうやり方がいいですよね、これやってみたいはかっこいいですよね。あ、これはいかがですか。小指の音売るから、売るから噛まれちゃう、噛まれちゃう、小指の思い出、あ、なるほどね、はい、あ、でもやっぱりね、こう、ま、あの皆さん歌手なのでそこまでこう突っ込んだことは聞けないかもしれないけど、何でもこうやっぱりいろんな経験が
ございますので、やっぱり経験から言ったらね、うん、やっぱり翔吾くんはすごいですよ。何をおっしゃいます。あのもう3年もやられてるでしょ。我々はまだ駆け出しですから。赤ちゃん生まれたばかりで。やめてくださいねえ。私まだ3週あらまあ、まだまだ笑えないよねえ。どういうことですか。ほやほや逆ほやほ や, ほ や, ほやでも世間に言わすとぷよぷよ。そんな風に見えないですよね。そんなぷよぷよ。まあね、でも来年からまたね、うん、みんなでね頑張っていかないと、うん、であのカラオケ業界もね意外とねちょっと厳しいとこもありますし、うん、頑張っていきましょうね。ありがとうございます。これから、CM の方を見ていただくんですが、その後はやっぱりこう今青木さんが言っていただきましたけど、来年の抱負もちょっと聞きたいなと思いますので、チャンネルはそのままで。それでは CM の方、よろしくお願いいたします。ソラリスさん、よろしくお願いします。こちらは住所はどちらにあるんですか。ここは中川区の2円になりますね。2円の方でね、はい、13年やってまして、はい、ここに作業所ができまして、はい、去年の5月に行こうとしたんですね。はい、1年経ちました。1年経った。あ、はい、こちらの作業所とグループホームがあと3部屋ありまして、はい、まあ、とりあえず作業所の方の立ち上げから1年なので、はい、こちらをちょっとね盛り上げていこうと、今一緒にお手伝いしていただいている方が増えるので、はい、プレイリストさんでもあって、あ、そうなんですね、はい、こう目標とかあったりします。目標はそうですね、お客さんに喜んでもらって、喜んでもらって、一人でも二人でも多く来ていただけるような、はいはい、リーズナブルなお値段をちょっとお願いいたします。これ料金表ですね。よいしょ。はい、あ、いいですね。ですね、素敵な場所ですね。はい、皆様、シャノンさん、ぜひ、来てください。よろしくお願いします。イエー。ではソラリスワークの管理をされている鈴木さん、はい、今は自動車の部品の買い取りを主に男の子が中心でやってて、はい、で女性の方は髪の毛染める毛染めの手袋とかブラシとか、うん、そういうのをセットして説明書と一緒に袋に入れて、うん、っていう仕事が今はその2つを一生懸命やってるんです。時期によっては他のダイレクトメールのやつとか、うん、うん、いろんなことあるんですけど、はい、今はその2つでやってます。あ、スタッフはですね、はい、作業所のスタッフ、はい、病院のスタッフ、うん、で、あと調理をしてくれる調理をしてくれる、うん、スタッフさん、うん、そう、いろいろみんな楽しい人ばっかりで、はい、はい、元気にやっております。あ、お仕事がしたいけど、うん、お仕事に行けないとか、うん、でお家で何かやりたいけどできないとか、もしそういう子たちがいたら、うん、ここを覗きに来てもらってみんながなんかワイワイやって、うん、で私は本当にお仕事でも見に来て、ああそうなんだって帰ってもらっても、うん、でちょこちょこ見に来てるうちに楽しくなって、うん、ここでお仕事をしてもらえたらなーって、そういうことに、なんて思いながらやってるんですけど、まあ、はい、スタッフさんはもう今大募集中ってことです。大募集中です。やりたい子も、静かに一人で作業がしたい子もちゃんと場所を取ってできたりするので、うん、はい、ワイワイが苦手、人が苦手っていう子も来ていただけば、黙々とできる仕事もあるので、あとは手芸の好きな子もマルシェとかにね、なんか手作りのものを出したりするので、うん、そういう方も来てもらえたらいいかなって、はい、思います。ありがとうございました。お願いします。スタッフの小塚です。
山田です。斉藤です。桜井です。はい、今日はありがとうございます。ありがとうございます。とかもさ、来てくれれば、はい、もっともっとですよ。もっと。ハロー。あ、えらい国際的ですね。はい、せーオーケー。はい、ありがとうございます。見ていただきました。あの後半になりましたけど、はい、皆さんにやっぱりこう来年の抱負だったり 夢でもいいかなと思いますね。ぜひあの答えてほしいんですけど、じゃあ一番こう一番若手と言いますか。いいですか。一番若手と母さんから行っちゃっていいかな。もちろんです。行っちゃっていいです。このメンバーで紅白ですね。あーすごい。でもね、本当に来年はですね、精力的に、ね、あの活動していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いいたします。ぜひあの見ていただける皆様、夏川英治さんの応援、よろしくお願いいたします。歌場もぜひお仕事の方も、どんどん声かけていただけると嬉しいので、お願いします。男のブルースお願いいたします。お願いいたします。そしてはい、私ですね、はい、青木さん。私あの前回もちょっとお話しさせていただいたんですけど、うん、あの北川大輔さんをすごく、うん、あの尊敬してまして、うん、そしてこの間ちょっとあのお話聞かせていただく機会があって、うん、一度でいいから北川大輔さんと一緒にお仕事がしたいっていうのが希望です。なんか実現しそう、ね、青木さんなら、ね、どっかで聞いてるかもわかりませんがね、うん、本当は私とって言うとしかくて、あー青木さん、いやごめんなさい。なんかそれはもうなんか、ね、いやもう本当にいや一番もしかしたら早く、いやんいやあらんあらん。ぜひあのじゃあ北川大輔さんのファンの方でもいいし、応援してなんかこうオファーお願いします。青木優さん、もうぜひあの夢を、ありがとうございます、はい、現実として叶えてください。よろしくお願いいたします。そして品野さん。そうですね、あの半年頑張ってきましたけど、体を壊さないようにしっかり頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして私もこうやって今あの信濃さんと番組をさせていただいておりますし、第2話、北川悦子さんともさせていただいておりますので、させていただいて本当にありがたいなっていうあの気持ちでございます。僕は、この番組をこう地上波に押し上げたいなという気持ちがございまして、自分の冠番組を地上波に持っていきたいという目標がございますので、ぜひ皆様応援の方よろしくお願いいたします。応援します。ありがとうございます。その時はゲストに来てください。いやむしろ誰かのパーソナリティを一緒になる可能性もあるので、ぜひその時はよろしくお願いします。さあもうお願いします。本日本当に、今年ラストということでございますが、皆様、ね、パーソナリティにはそうですね、あのもうわずかになりましたけど、うん、皆さん健康に気をつけて頑張りたいと思います、うん、いいお年になりますように来年は、はい、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。それではなんか締められましたね。なんかクリ
スマスの話とかなんかしようかと思った。もうちょっと酔っ払ってきましたね。もう本当に。それではじゃあみんなで良いお年をと言いますか。はい。はい、本日もありがとうございました。ありがとうございました。良いお年を。年をイエーイ。宿場の街道行けば